来たよ。今日さ、ウリュウさんにって、お前これいつかはこうなるって分かってたけど、これはしんどいな。見てくれよ、こんなに取れたんだぜ。すごいいっぱいだね。あんたの分だ。食べていいの？好きにしろ。いい。やった。甘いだろ。からも食ってたんだぜ。水分補給だ。おいしいよ。すげえ笑顔だったんだぜ。もうお昼トマト使って何しようかな。トマトパスタにしようぜ。は、いいね。あー、でもパスタの麺足りたかな。あー、よろず屋に行ってくる。カラちゃん、欲しいものがあるだけだ、ついでだ。頼むね。なら俺たちはトマトの皮剥いてソース作ろうぜ。うん、そうしよう。あー、満腹満腹。美味しかった。だろ、カラが麺買ってきてくれたんだぜ。へー、大栗からって働き者だよね。国行きの見習ってほしいぜ。あ、今大栗からって何やってんの？主と最近の出前の相談してる。え、明石は昼寝。ああ、爪の赤センチで飲ませて。うん、よし、じゃあカラの爪切りに行こうぜ。あ、行こう行こう。近々戦力拡充についての要請が来ると思うわ。それまでに世話係の役目について研修をしておきたいの。研修担当はあなたにお願いしていいかしら。やれというのであれば。ならお願い。あと太鼓鐘の出陣回数を多めに設定しているんだけれど、どう？疲れた様子はある？問題はない、元気に走り回っている。そう、ならあと5か10連動が上がったら遠征に出しましょう。おかえり。ただいまアイデンとシナムと駄菓子屋行ってきたぜ。いいね。楽しそう。あ、すごいいっぱいあって超迷っちゃった。そっか。はい、これミッチャーのだな。え、いいの？うん、サダちゃんのお小遣いなのに。大丈夫大丈夫。おっきい。食べてみて。うん、おいしい。うまいだろ。俺ミッチャーがうまいと思ってる時の顔好きだな。あ、で、カラは？ああ、今外で素振りしてると思うよ。慌た口で道場埋まっちゃってるから。あ、そっか。了解、ちょっと見に行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。いいよ。どうした？みんなで駄菓子屋に行ってきた。うん、ほいこれ。みんなで食べればいい。こういうのシェアしたことだろ。ほい、いや、食え食え。じゃあまた食べます。おい、あー、つまりここで連携が取りづらくなるから、この前は魚鱗陣は危ねえってことか。そうだ、この間俺止めたのってこれだったんだな。サンキューな、カラー。隊長としての務めを果たしただけだ。でもその分多くの敵を切らなきゃいけないし、カラちゃんだから怪我せずにいられただけなんだからね。
さかちゃんは絶対に真似しないように。やるなら殻ぐらい強くなってからってことか。強くなってからでもダメ。僕カナちゃんにも毎回言ってるんだよ。自分がどう戦うかは自分で決める。一人で戦ってるんじゃないんだからね。6人部隊じゃない時の陣形ってどうするんだ。幅で調整するのか。そうだ、場所と相手によって変える。でも個で狙われやすくなるから、距離が離れすぎないように位置の把握が必要だよ。俺戦闘中周り見るの苦手なんだよな。戦っていくうちに誰がどういう動きをするか分かってくるから、そしたらやりやすくなるよ。へえ、どんくらいかかるんだ。半年くらいかな。ああ、道のりは長いぜ。それくらいまでには鶴さんも来てるといいね。俺の方が先とは思わなかったぜ。僕も早く一緒に過ごしたいな。そうだな、鶴さん早く来ねえかな。な、あ、最近この一帯に敵が出没するということはないようだけれど、念のため今回は調査をお願い。俺一人で十分だ。今回は少人数編成の部隊長の立ち回りを職大金に教える意味もあるの。だからこの3振りよ。よろしくね、かなちゃん。3人だけの遠征久しぶりだな。うん、本当に楽しみだね。なぜいる。いいじゃない、みんなで遠征弁当を作るのも。当番は俺だ。みんなで作ると楽しいよ。お、海苔巻いてんじゃん。海苔があるだけで違うんだよな。歯にくっつくんだけどな。さだちゃん、どれぐらい唐揚げ食べたい。あれだけ食べるぜ。そっか、じゃあ山盛りにしないとね。入るかな。もっともっともっといいよ。あ、枝豆も欠かせないね。取ってくる。おい、少し残しておけ。もしかしてずんだ餅作るの。別に。じゃあ全部残しとこうっと。いっぱい作っておこうぜ。帰ってきたらどうせ腹減ってるしな。うん、では気をつけていってらっしゃい。あ、おう、行ってきます。お送りから気をつけてね。分かってる。ねえ、気をつけていってらっしゃい。何もなさそうだね。山中から村への道にも特に異常はなかったし。家から東側の関所を確認したら帰るか。ならここら辺で昼飯にしようぜ。そうしようか。おい、よいしょ。あ、よいしょ。おーい、ホタル。ホタル丸。ホタル、どこ行ったんや。もう真面目に探してんのかよ。さっさと食うぞ。早食いは体に悪いんだぜ。どうでもいい。いただきます。いっぱいある。ほんとだ、いくつなってるかな。1 26 27 28 40 50。わかんない、いくわ。全部で264個よ。アルジさん、大将。おいしい。よかった。うめえな、唐揚げ。なんでこんな冷えてもうめえんだろうな。母ちゃんが作ったから。誰が作っても一緒だ。愛情たっぷりなの知ってっからな。あ、俺煮物も食おう。次はもうちょっと量増やしたいね。うんうん、足んないこれ。どうしたの。なんかザワザワしないか。え、そうかな。俺の勘違いかも。カラちゃんはどう。特に異常は感じられないが。やっぱ気のせいかな。でも念のため回ってくる。え、ごちそうさま。おい、一人で勝手に行動するな。大丈夫だって。ちょ、行ってくるな。おい、本当に大丈夫かな。ねえ、遅くない。なんでいるんだよ。
心配だし、僕も行くぞ。カラちゃん、待って。何かおかしいよ。一度主君に指示を仰ごう。お前は本当にそれでいいのか。カラ、みっちゃん。道定、退路は俺が開く。手入れ部屋は全て空いてるわ。全て入りなさい。ニコ、サナちゃん、そこだけ。ごめん、心配かけて。サナちゃんは大丈夫なの？アルジ君、ありがとう。何が？サナちゃん直してくれてありがとう。サナちゃん本当によかった。サナちゃん、ごめん。カラちゃん、折れてしまったんだ。僕たちを守るために最後まで戦ってくれたから。食材切り、カラちゃんが最後まで道を切り開いてくれたから。カラちゃんが僕に頼むって言ってくれたから、ここまで帰ってこれたんだ。ハルジ君、後できちんと報告はするよ。あの時何かがおかしかったんだ。いつもは敵なんていなかったはずなのに。ねえ、サダちゃん。ねえ。サダちゃんも一緒に報告頼めるかな。あの時僕たちが来るまで何があったのか教えてほしい。食材切り、太鼓鐘なんてどこにもいないわ。ここにいるじゃないか。いないの、どこにも。主君、あの時折れたのだから。主君、言っていい冗談と悪い冗談であるよ。私が冗談でそんなことを言う主だとそう思うの？思いたくない。なら残念だよ。本当に残念だ。食材切り、あなたはまだ手入れ中でしょ。寝ていなさい。分かったよ。食材切り、は
帰るぞ。飯持ってきたわ。ありがとう。大丈夫、あんまり無理しないでね。ごめんね、カッコつかないな。いいよ、別に。国駅はクリア当番だったから味は保証するで。ありがとう。明石くん上手だもんね。うん、おいしい。よかった。みんなはもう食べたの？いや、まだだぜ。先に持ってきてくれたんだ、ありがとう。いいって。さとちゃん、みんなと一緒に食べてきなよ。食台切り、そこには誰もいないよ。何言ってるんだい、そういう冗談。誰もいないよ。ホタル、主君にそう言えって言われたの？違う、太鼓鐘は騎乗した時にはもう折れてた。ごちそうさま。明石君に美味しかったって伝えてもらえるかな。ちゃんと聞いてよ。さだちゃん、ご飯食べていきなよ。食台切り。昨日の今日だぞ、食台切りの気持ちも考えろよ。食台切り悪い、俺らもう行くな。飯本当にもういいのか？いいよ。分かった、痛み止めの薬湯いるか？必要ないよ。行くぞ、ホタル。サダちゃん、行きなよ。あるじ、食台切り、体はもう平気みたい。そう、今日もだったよ。国行きも国としも放っておけって言うけどさ、もう3週間だよ。それほど大切だったんでしょう。大栗からが折れたことは分かってるのに、太鼓鐘だけが大事ってこと？それは違うわ。大栗からが大切だったからこそよ。食台切りが権限して5年、太鼓鐘が権限するまで、それまでお互いをずっと二振りで支え合ってきていたの。もう3週間経ったんじゃない、まだ3週間しか経っていないのよ。そういうもの？そういうものよ。食台切りには内番に入ってもらうことも当面やめます。それって逆効果じゃない？いえ、気を紛らわせるんじゃなくて、今は向き合うべきものに向き合わせたい。みんなには苦労かけるけど、お願いね。サダちゃん、付き添ってくれるのは嬉しいんだけど、ずっと内番とかサボってるでしょ。ちゃんとみんなにごめんなさいするんだよ。それにご飯食べないのもみんな心配してるよ。まただんまり。食材切り、主から伝言、今日からも地盤とかしばらく休みでいいって。地盤なし？うん。でもずっと休ませてもらってるし、申し訳ないよ。主からの指示だから。でもちゃんと治ってるし。体だけじゃん。何してはりますの？明石くん、おはよう。おはようさん。そないから顔して何かありました？いや、僕手入れ完了してるのに内番外されてて。そら羨ましいですわ。いや、明石くん、手入れも大事なお役目いうことちゃいますか？遠征から帰ってきてからずっとお役目勤めてはったんやし、たまには休めいうことや。だいたい心配な人を働かせたらいけませんよんが、この本丸の方針や。今の顔見てたら逆に心配になります。変な顔してるかな。普段やったら自分こんなこと言いまへん。だいたい
休暇です言われてラッキー思わへんなんておかしいですわ。それは国行きだけだよ。当たり前やってこの前よろず焼けるラッキー言ってたやん。それはだいたい粟田口の子ら見ました？予算やりたいことを書いて壁中貼ってはりますで。急遽休み言われたらラッキーやったって万歳の嵐や。食大規範もやりたいことを見つけいうのが思われてるんちゃいます？たまにはゆっくり休み、うん、そうするね。さだちゃんこの後よろず屋でも行こうか。ほなまた蛍丸行くで。ねえ、あのまんまでいいの国行き？まあ、ええもんちゃいますわな。ならなんで？今はまだ時間がいるいうことや。いつまで？本人の気済むまで。国行きそればっかり。今もできてへんで、自分は。今日のお昼は唐揚げだって。楽しみだね。加瀬君が作ってくれたから絶対美味しい。信濃君、もう粟田口のみんなは食べ終わったのかな？うん。そっか、僕たちも食べる時間が変わったわけじゃないよ。違うよ。そっか、ありがとう。さだちゃんの分もらってくるね。食材切りないよ。食べないから作る必要がないって。そうじゃなくて、仲間に対してひどいんじゃないかな。ちなの、いい加減準備取り掛かれよな。わかった。ごめん。さだちゃん、ごめん。聞きたくなかったよね。さだちゃん、僕の分食べなよ。唐揚げ好きだったでしょ。遠慮しないで。一個でもいいから食べなよ。主君、何度頼まれたって許可は出しません。もう何ヶ月になると思っているんだい？そうね、3ヶ月だよ。いい加減にしてくれないかな。僕を役立たずにしないでくれ。最後に食事をしたのはいつ？気分が悪いからだよ。みんな僕の分しか用意しない。サタちゃんの分を用意しないんだ。僕だけ食べれるわけないじゃないか。大栗からの分だってない。大栗からは望むと思う？望まない。でもカラちゃんが僕にサタちゃんを頼むって言ったんだ。サタちゃんがみんなから無視されていないもの扱いされるなんて望んでない。食材切り。食事をしない者に役目を与えないわ。しても何もさせてくれなかったじゃないか。それさっきドロップしたんだ。そうだよね、ごめん呼び止めて。じゃあ食材切り班、いてますか？いるよ。こんな薄暗い部屋で明かりもつけんとおらんかと思いましたわ。そうだね。それで何？いや、
やらずやいって美味しいお菓子買ってきたんですけど、うちの子らいらんよこれ。お裾分けです。ありがとう。いや食べたい言うから長時間並んで買ってきたのに、ほんまひどないですか。うん、そうだね。まあ食べんでも死にはしませんけど、食べるいうんは生きるいうことや。ゆっくりでええんで、それ食べてください。まあ、はい、ゼン君たち。おはよう。おはよう。あの、ごめん、これ、明石君に返してもらえないかな。え、でも明石君にもらったんだけど。それ、国行が食代切りに買ってきたんだよ。僕たちじゃなくて、他の人に食べてもらいたい。食代切りに買ってきたんだよ、食べなよ。ありがたいんだけど、いいよ、じゃあ。ちょっと待ってよ、ホタル。みんな困ってるよ、アルジだって困ってる。話してくれないか。おかしいよ、毎日毎日ご飯も食べない、おやつも食べない。おかしくなんかないよ、食べなくたって平気なの。そんなマサの顔で何言ってんの、とぼけないで。二振りとも折れたんだよ、大栗からだけじゃない、太鼓台だって折れたんだ。悲しいのはわかる、俺だって悲しい、同じ本丸の仲間だもん。でもあの時太鼓金が異変を見つけたから、大栗からがあんたを逃がしたから歴史を守ることができた。俺は理解して受け止めて役目を全うしたんだって。それに大栗からだって最後に頼むって言ってた。いい加減にしてくれないかな。ホタル、ホタル、しっかりしろ。ホタル、どうしたの。手切れ用意してハルちゃん呼んできて。分かった、食代切り手伝ってくれ。食代切り、どうだろう、固まってる。早く固まってエレベーター来い。分かった、そこ下がり邪魔よ。ホタル丸はひとまず大丈夫よ、しばらく絶対安静だけれど。それで食材切り、何か言いたいことはある？申し訳なかった。それだけですか？何が申し訳ないんですか？力加減誤って吹っ飛ばして落下させて怪我させてたことだけですか？食材切り班がごめんなさい言うんはそれだけちゃうやろ。仲間大切にしていいよる割に言ってることとやってること矛盾してはりますわ。大切なんは仲間やのって自分自身だけちゃいますの。今の食材切り班そうなってるで。この際やから言わせてもらいます。食代切り派にとって仲間いうんは一緒に遠征行っとった刀だけですか？寂しいですわ。悲しいな。ゆっくりで、ゆっくり食べ、伝えたはずですよね。こんな早く返されるとは思ってませんでしたわ。これでもだんまりですか？国行、落ち着けって。食材切り、あなたの整理のつかない気持ちは仕方がないことだと思う。政府から指示があったの。しばらく環境を変えてゆっくり休んでいらっしゃい。白雪という施設よ。
専門的な支援が受けられるの。僕を役立たずにしているのは主君じゃないか。なら役目を与えるわ。ここでしっかりゆっくり休んで仲間のことも考えてきてちょうだい。僕はどこもおかしくなんかないよ。だってサラちゃんはここにいるじゃないか。いないの。僕には見える。いないの。あなたにだけ見えてるの。あなたの仲間はこの本丸にいるわ。どんなに時間がかかってもいい。ずっと待っているから。そろそろ迎えが来る時間よ。荷物をまとめなさい。通報以降に何か問題はありましたか？いいえ。わかりました。メノの主、何度か問い合わせのあった面会希望と様子伺いについてだが、やはり規定を変えることはできない。そう、わがままを言って申し訳ないわね。主としての権限は白雪へ委託となります。しかしこれからも彼を思う気持ちを忘れないでください。その気持ちはいつか必ず届きます。ええ、そうね。シナノ、釈台切りを呼んできてちょうだい。手を離すわけじゃないわ。助けを求めるだけ。あなたたちが作ったアルバムだってその証よ。手を差し伸べるだけ、背を支えるだけ。そう考えられないかしら。わかった。釈台切りを呼んできてちょうだい。はい。サニワとして申し分ないですね。主としてあるべきでいたいだけよ。今回の件の原因に心当たりはありますか？理想の自分を追い求めて必死になって苦しんで私に似てしまったわね。助けを求める方法が分からなかった。食代切れのことをよろしく頼みます。食代切れさん、来られたよ。わかった。あのさ、これ粟田口のみんなで作ったんだ。見るの嫌だったらごめん。ありがとう。俺さ、食台切れさんの作る料理大好きだよ。みんなでここで待ってるからさ、帰ってきてね。ありがとう。サタちゃんのことはよろしくね。食材切り、いらっしゃい。できたよ、準備。何か困ったことはなかった？部屋のものを全部捨てた方が良かったかな。捨てなくていいわ。でも迷惑じゃないかな。
部屋はあなたの部屋よ。でも僕がいなければ他の刀が使うこともできるだろう。日々の掃除をしたり換気をしたり、あなたの部屋に立ち入ることはあるかもしれないけれど、ただそれだけよ。でもここは主君の本丸なんだから、主君が好きにしてくれないと。私だけの本丸じゃないわ、あなたの本丸でもあるの。もう僕に対する権利はなくなるんだよ。連絡も取れなくなるし、だから主君の好きにしてってことさ。食代切り、自分の不安をぶつけるのをよそう。不安？何もおかしなことは言ってないと思うけど。言葉の響きに気持ちは乗るものだ。小手切り、すまない。準備ができているなら行きましょうか。ああ。サダちゃん、僕がいなくてもちゃんと自分でみんなの中に入っていかなきゃダメだよ。いってらっしゃい。じゃあね。サダちゃん、サダちゃん、行かなきゃいけないのは僕だけなんだ。サダちゃんはここにいていいんだよ。バイバイ、元気でね。サダちゃん、行っちゃいけないのは僕だけなんだ。一人でも大丈夫でしょ。サダちゃんは本丸にいていいんだよ。受け入れて。主君、サダちゃんがついてくるんだけど。そうなの。いいの。いいわ。大丈夫？ありがとう。失礼します。そしたら事前看板始めるよ。本当は新園子だけでやるんだけど、今俺たちだけだし、今日はウリュウさんにも入ってもらうね。よろしくお願いします。こちらこそ。と、今回のケースはメノウの本丸の食材切り密だが、以前から経過観察の報告が上がってたんだけど、昨日の朝仲間に対しての互いが発生、本丸での不適応も長く続いてるから今日の14時からの受け入れになりました。強制措置だから特務士が動いてくれてるよ。権限年数は4年と3ヶ月、練度は43。3ヶ月前に大栗からと太鼓金とサンフリで遠征。その時異常発生した敵と交戦。食台切りは重傷になりながら心肺停止した太鼓金を連れて騎乗したんだって。大栗からどの刀剣破壊ですか？うん。退路を開いてしんがりとして時間稼ぎしたみたい。食台切りは騎乗してすぐに手入れを受けたんだけど、太鼓金の霊力が本丸に帰ってすぐに尽きちゃって、肉体の器も消失。まあ、刀剣破壊だね。手入れを受けている宿題切りは、その翌日からいなくなったはずの太鼓金が見えるって言い出してる。刀剣破壊の説明は一切入らず。と、次。いちごくん。つらかったら休む。お前たち、静かにしなさい。大丈夫そう？手間かけます、うん、ゆっくりやっていけばいいからね。はい。それじゃあ続きいくよ。2ヶ月半前頃から食台切りの食べしぶりが出てきて、今は一切何も口にしない状態。食べしぶりは太鼓金の食事が用意されないことに憤ったのがきっかけみたい。何？大栗からの姿は見えないのですか？そうです、大栗からが刀剣破壊したことについてはしっかりと認識しているようです。太鼓金の幻影だけっていうのが気になるよね。本当に幻影なのでしょうか？え？他のものが認知しないと存在できないというのなら、私の弟たちも存在しないということになります、
私にしか聞こえない声ですので、ですが確かに存在してます、それは太鼓金が本当は生きているということですか？いえ、太鼓金殿の刀剣破壊は事実だと思います。ただ彼が見ている太鼓金殿がなぜ存在しているのかがまだ分かりませんね。一五君だからこその見識ですね、幻影なのかそうでないのか、そこを含めての対応も求められるってことか。少なくとも否定から入ったらうまくいきませんな。ねえ一五、新鋭士になったばっかりだけど担当してみる？ぜひと言いたいところですが、私はこんな状況ですので。そこは俺いつでもフォローするからさ。まあ実際の状況見てみないと分かんないけど、関係性作っていく上でイチゴが適任だと思うんだ。どう？私も賛成です。ですがパニックになった時には清光くんが必ず同席してください。経験も連動もイチゴくんでは対応できません。分かった。歌手殿よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。はい。戻りました。二重さん、お疲れ様です。食台切り、はじめまして。俺ここで新演師やってる歌手清水です。よろしくね。食台切りくん、いらっしゃい。挨拶は僕にだけ。やっぱり君たちもサダちゃんに見えないんだね。そうは言ってないだろ。わがままよしなさい。歌詞を続いて。大丈夫だよ。申し訳ない。こちらに来られたのは食台切り殿だけですか？自己紹介がまだでしたな。食台切り殿を担当させていただきます、いちご一振りです。よろしくお願いします。どうかされましたか？いや、美濃の本丸所属の食台切り水忠です。お世話になります。こちらこそご迷惑をおかけするかもしれませんが、お願いします。じゃあ詳しい説明は部屋でやろう。いちごと俺で案内するよ。こっち来て。どうぞ。こちらが食台切り殿の部屋になります。まるで病院の病室だね。殺風景でごめんね。メディカルチェックは明日やるから。僕別にどこも悪いとこないよ。でも困ってることはあるでしょ。静かにしなさい。君たちは大丈夫なの？俺たち？だって俺は平気。イチゴはまだサポートが必要だけど大丈夫だよ。そっか。ご心配おかけします。耳聞こえないの？分かった。ご迷惑をおかけします。生活の説明をしてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。こちらが1日の流れとなります。確認しておいてください。分かった。目を通しておくよ。はい。基本的には正常対応となります。職員がいないときは。ただしこの生活に慣れてきて不具合がなければ常時会場対応となりますので。分かった。あとは太鼓金殿の食事はいかがいたしますか？え、用意してくれるの？はい。サダちゃんどうしようか。もし食べられなくても大丈夫ですよ。いや、でもそれじゃあ、その時は私が食べますので。この食事は美味しいですので。いちご、患者食まで手出さないの。
ということらしいので歌手殿には内密に。いちごほら笑われてるじゃん、恥ずかしい。笑顔なのは良いことですよ。そうだけどさ。オッケー、ありがたい話だし、サタちゃんの分もお願いするよ。もちろんです。太鼓金殿にお聞きしたいことがあるのですが、今いられますか？いるよ。どこにいらっしゃいます？僕のすぐ後ろ。改めまして、いちごひとふりと申します。よろしくお願いします。釈台切殿、ここに来たことは不本意かもしれませんが、来ていただいてありがとうございます。僕は今はまだいろいろな気持ちの整理がつかないと思いますが、言葉にならない気持ちを一緒に整理していきましょう。大丈夫です。そうかな。食台切り殿ならできます。ありがとう。今日はもうお二人ともお疲れでしょうから、もう休まれてください。明日からまた私にいろいろ聞かせてください。うん、それでは戻りましょうか。何かあったらすぐコールして。わかった。夕食は後でお持ちしますね。よろしく。はい、じゃあね。失礼します。ありがとう。いつでも膨らましたり畳めるのでご自由にお使いください。うん。お食事されなかったんですね。ごめん。いい、食べる？いいのですか？いいけど。ではここで。食材切り殿、ここで食べねば歌手殿にバレます。うん、ではいただきます。揚げ物美味しいですね。いちごくんたちはご飯何だったの？今日はですね、ハンバーグとポテトサラダと肉じゃがとお味噌汁と、あと豆腐のサラダでした。よく食べるね。はい。幸せそうだね。はい。いいな。それは恥ずかしいからやめなさい。あ、内緒だと言っただろう。申し訳ない。いいけど、君も誰か見えるの？いえ。でも誰かいるんだよね。はい、弟たちがおります。そっか。私には声が聞こえるのですが、聞こえませんよね。私変な風に見えますか？僕もみんなからこう見えるんだよね。私も未だに患者扱いされます。いちごくん患者だったの？はい、ただ本丸に戻れなくて新衛士になりました。そうなんだ。僕も戻れないかも。その時はよろしくね。今不安ですよね。わかります、私も不安でした。ですがここにいる間はゆっくりと過ごして。心に落ち着きを持たせましょう。食台切り殿は趣味は何ですか？趣味？はい、非番の時は何をされていました？なんだろう、最近ずっと非番だったけどやることなくて。
では小説とか読まれてみませんか？小説？はい、私は読書が趣味で、食大切殿におすすめしたい本がたくさんあります。いいね、読んでみようかな。では明日持ってきます。うん。みっちゃん、次のやつこれ作ろうぜ。いいね。あ、でも僕の今日の遠征任務、おやつに間に合いそうにないんだ。そっか。あ、じゃあカラーと作るな。僕も一緒に作りたいから、明日非番の時に作ろうよ。オッケー、じゃあ材料カラーと買っておくな。うん、頼むね。おい、カラー、材料買いに行くぞ。おはようございます。よく眠れましたか？ここは司令機ですよ。おはよう。おはようございます。さだちゃん、おはよう。食大切殿、今日は一日大変ですが、ご協力お願いします。こちら今日の検査項目になっているので目を通しておいてください。わかった。と、朝一ですので検温をお願いしていいですか？そう、おすすめの小説持ってきました。ありがとう。こちらも読んでみてください。面白かったら牛虎先生から続き借りてきますので。ありがとうございます。では朝食にしましょうか。ちょっと一旦お願いしますね。ありがとう。今日の朝食は塩鮭ときんぴらごぼう、お味噌汁、デザートにバナナです。お味噌汁は熱いので気をつけてくださいね。ありがとう。ではまた食べ終わった頃に来ます。ちょっと失礼します。さだちゃん、ご飯食べる？きっと美味しいよ。いただきます。食べようよ。どうされました？ごめん。それはどんな気持ちの言葉ですか？用意。用意？ご飯のことですか？うん、用意してくれたのにごめん。食べられなくてごめん。食べられないの困るよね。うまく喋れなくてごめん。こんなことはなかったんだけどな。こんなんじゃなかったんだけどな。分かった。うん、分かったから、ご答えと乱れは泣くんじゃないよ。
私もこんなですが迷惑ですよね。そんなことないよ。ごめん。同じですよ。ですが、まあ私は支えてもらえばいいやと思うようにしてます。支えてもらう？はい、支えてもらいながらゆっくりやっていこうかと。なので迷惑でないと言ってくださってありがとうございます。その気持ちが嬉しいです。僕はそんな。でもやっぱり無駄にしてしまうのは申し訳ないから、食事用意しなくてもいいよ。食代切り殿、私は食べてもらいたくて食事を用意してるわけではありませんよ。私が用意したくてやってるんです。食べられなくたって大丈夫です。食べたいけど食べられない時ってありますよね。何もおかしいことじゃないです。私の弟たちも食べられないですが用意してもらえるととても喜びます。自分の存在を思ってくれる人たちがいるということはとても嬉しいことだと思いますよ。あなたがいて、あなたが思う太鼓金殿がいて、私はそれを大切にしたいです。だから食事を用意します。だけどやっぱり無駄にしてしまうのは申し訳ないな。いや、お前たちそれは内緒だと言っただろ。申し訳ない。何の話してたの？いえ、食代切り殿の夕食を食べた後にビッグパフェを食べたという話。いや、そんなことはないですよ。そんな話は嘘です。まさか夜中にそんなビッグパフェなんていうその甘いものを食べるなんてことはしないです。そのはずなんですけどね。まああれです、お二人が食べられなくても何の心配もいりません。むしろウィンウィンというやつですね。笑わんでください。ごめんごめん。あ、そろそろ検査の時間ですよ。そっか、じゃあご飯どうぞ。あ、ではありがたくいただきます。ではないです、食材切りの検査に行くんです今から。ダメですよ。行きましょう。分かった。戻りました。あ、お疲れ。コーヒー入ってるよ。ありがとうございます。私入れてきますね。よろしく。はい、ありがとうございます。コーヒーたっぷり。どうぞ。ありがとうございます。ねえいちご、体調問題ない？問題ないです。頓服が必要になることもありません。疲労と比例することもあります。適度に力を抜いてくださいね。はい。で、どう？食代切り。食事をきっかけとして課題が見えてきそうですな。そっか。支援方針の糸口になりそう。はい。ただゆっくり進めていきたいです。食事をしないことに体が慣れているかもしれません。それでいいと思います。はい。いちごとの関係性は問題ない？はい。そっか。食材切りの残したご飯は食べてる？はい。引っ掛けましたね。引っ掛けたじゃないよ、イチゴ。カシュー殿。何？私が彼の前で食べることがシーンにつながるのです。本当に？はい。患者食美味しい？はい。もうほら、楽しんでる。引っ掛けましたな。引っ掛けてない。楽しんでる。何やってんの？あつ、なんてこと？骨ばみまで。食材切り、いちごの症状のこと大丈夫そう？はい、大丈夫です。そっか、よかった。
とやかく言うやつだったらどうしようかと思ってたよ。優しい人ですよ。安心した。患者と会わないと本当にきっついからさ。そんな人がおられるんですか？まあほら、みんないろいろ課題抱えてるからね。そのうちイチゴも会うと思うから、その時にまた言うね。わかりました。うん。さだちゃん読めた？こんにちは。こんにちは。お疲れ様。今どこまで読まれました？和菓子屋の練り切りを怪しい容疑者に配っていたところだよ。そこからが面白いんですよ。先日の検査結果を持ってきたんですが、読み終わってからにしましょうか？いいよ、聞いてしまいたい。わかりました。俺も一緒にいいかな？うん、ありがとう。こちらが検査結果になります。先日受けていただいたものですが、体の機能面で異常は特に見られませんでした。霊力測定、呪詛回路も問題ないです。何かが取り付いている、誰かがあなたに呪詛をかけているということもありません。ただストレス値が高いですね。食大切り殿の体調不良の原因はそこが大元かと。でもすぐに何かをしようというわけではなくて、ゆっくりやっていきましょう。さだちゃんは、いや、猫がね、どうですか？あ、大丈夫。さだちゃんが元気なら問題ない。食代切り、あんたたちは大丈夫だよ。だからゆっくりやってこ。うん。ねえ、食台切りの目から見て、太鼓金は何かしんどそうな様子ある？いや、ないよ。でしょ。だから大丈夫、焦んなくていいよ。うん。太鼓金殿の診断は私たちには難しいです。しんどいかもしれませんが、食大切り殿が様子を見ていただけないでしょうか？いいけど。あ、そうだね、太鼓金が嬉しそうだったり笑顔の時のこと教えてよ。笑顔？そう、楽しいこと増やしたいじゃん。そうだね。うん。もし可能であればノートを作ったらいかがでしょう？太鼓金殿の笑顔ノート。うん、明日ノートお持ちしますね。ありがとう。どうしたの？犬にここにいるって聞いたんだ。最近は時間ずらしてるの？何のこと？カジュ、君への伊吹立ち入り禁止令が出た。は？伊吹関連の業務はイチゴに任せて。言ってる意味わかんないんだけど、なんで？犬の采配だよ。質問の答えになってない。どういうこと？言えない。納得できないんだけど。君の担当のウリュウからの指示もある。俺もうとっくに退所してるんですけど。退所しておしまいじゃないことは分かっているよね。いずれ分かるよ。いずれっていつだよ？今じゃない。時間ないって言ってんだろ。今が頑張ってくれている。いつまで持つか分からないだろ。何をしている長儀。大丈夫だ。あいつは何かたかんねえぞ。俺は何も知らない。何も教えてくれないの、そっちじゃないか。カシュウ君。あ、イチゴはさ、伊吹、児童部の方に呼ばれてね。座ってもいい？どうぞ。ありがとう。ねえ、食大切り、最近ちゃんと寝られてる？まあまあかな。まあまだ慣れないよね。あ、今すぐに慣れる必要ないからね。ゆっくりやってこ。うん。ねえ、太鼓金は今もそばにいるの？
いるよ。どの辺？僕の後ろ。ねえ、太鼓金に触ってみてもいいかな？ごめん、やっぱりやめとく。間違って目とか触っちゃったら嫌だしさ。うん。ねえ、食台切りはさ、ちょっと頑張りすぎちゃったからここにいるんだよ。大切にしてるものたくさんあるんだね。僕だけが大切だと思ってた。大切にするってさ、難しいよね。ただでさえ自分が大切にしたいものと人が大切にしたいもの違うってのにさ、嫌になっちゃうよね。でもさ、俺は食台切りが大切にしたいものを一緒に大事にしていけたらいいなって思ってるからさ、よろしくね。うん。そうだ、この部屋さ、日の光が入るし明るくて当たりのいい部屋だと思うよ。そうなんだ。うん。カシュー君？あ、ごめん、なんでもないよ。俺そろそろ行くよ。うん、じゃあまた。また来るね。食材切り？もう夜ですよ。許可はもらっているよ。あのさ、みんななんでこんなところにいるの？主は？本丸は？言いたくない。そうだよね、当たり前だ。何もいねえよ。まあ、てめえの足はてめえが立つためにあんだよ。ねえもんねだるより、とにかくうまいもんでも食って寝てろ。二人とも行きましょう。これありがとう。読み終わったよ。よかったです。面白かったですか？うん、和菓子がつかめたくなった。いちごくんらしいね。私は食べる専門ですので。作らないの？カシュー殿は3日間倒れました。わお。食べてみますか？食べないかな。食べないですか？うん。私は食台切り殿の作ったのが食べたいです。作るのは好きだよ。本丸では厨房の主だったのでは？うちは当番制でね、主ってわけじゃないよ。料理はカラちゃんの方が得意だった。カラちゃんからいろいろ教わったよ。でもこうなってからは何もさせてもらえなかったけどね。あ、ごめん、困らせるわけじゃなかったんだ。作ってみませんか？いいの？食べるだけが楽しみではないですから。いいの？作りましょう。まずはここで簡単に作れるものからがいいですね。器具何があるかな？持ち運びできそうなものであれば一通りは。トースターは？あります。いちごくん、スコーン好き？スコーン食べたことがないです。難しいのでは？簡単だよ。アレンジも加えやすいよ。チョコレート入れたりナッツ入れたり。美味しそうですね。紅茶と一緒に食べても美味しいよ。ではスコーンを作りましょう。うん、必要なものを教えてください。うん、メモをお願い。はい。小麦粉と、小麦粉、牛乳と、卵、卵。はい。それからバター、バター。いちごくん何入れたい？私はです。私はチョコが食べたいです。チョコか、はいね。丸めるの難しいですな。慣れたら大丈夫だよ。でもうまくできてるよ。私は食べる専門なだけです。
お前たちもやってみなさいよ。難しいんだから。おーい。大変だね。できました。うん。じゃあ焼こうか。そうですね。うん、チョコが3つ余っておりますよ。いただきます。どうぞ。食材切り殿も食べましょう。うん、僕も。じゃあ、太鼓金殿はどちらに？サダちゃん、僕の右にいるよ。食べませんか？いちごくんにどうぞだって。では、ありがとう。うん、甘いですな、チョコが。おいしいね。焼き上がりが楽しみですね。うん。いや、あなた、ヤタガラスの二重舞台、徳武士の小手切り号だ。どうかされましたか？あ、新作のチョコレートが手に入ったからお裾分けにと思って。私にですか？いちごと果汁に。ありがとうございます。食材切りの調子はどうだ？だいぶいいです。今日はチョコレートを一口食べられました。あ、これ一緒に作ったのでお裾分けです。スコーンのチョコレート入りです。前に進んでるんだな。はい。カシューは大丈夫か？カシュー丼ですか？なぜです？いや、最近元気がないのです。何か知りませんか？さあ。私はきちんと支えてあげたいのです。新演師ですから。ごめん。ねえ、伊吹への立ち入り制限いつ解除されんの？乾先生がいいと言うまでです。乾って言いなり。まだ続けてんの？言いなりではありません。じゃあ教えてよ。ウリュウさん知ってるよね？俺、隠し事されるの大嫌いなんだけど。ただいま戻りました。どうかされましたか？なんでもないよ。何それ？スコーンです。へえ、美味しそう。食べていい？どうぞ。おすすめあるの？おすすめは白い方です。いただきます。どうぞ。美味しい。そうでしょ。こちら食材切り戸の作です。いちごのはこちらです。ココア焦げました。ダメじゃん。私は食べる専門なので。はいはい。で、このチョコレートは？そちらは小手切り殿から。うん、そっか。あ、そうだ、いちご、これ太鼓金のことをちゃんと書いてるね。そうなんですが、良い時しか記載がないので。うん、まあほら、笑顔ノートなんだからさ、それで十分なんじゃない？で、いちごはさ、何か気になることある？当たり前といえば当たり前なのですが、うん、ノートを書いているとき、全部食材切り殿も笑っておられます。太鼓金が一人で笑うことはない？わかりません。食材切り君は自分の書き方に偏りがあることに気づいていますか？おそらく。ただ口には出さないですが。いちごの見立て的には太鼓金は何だと思う？それもまだ分かりません。本丸の太鼓金殿と同一なのか判断材料が少なすぎます。もう少し食べることを一緒にしていけばおのずと分かるかと。うん。かなちゃん、またクッキー作ったんだ。美味しそうだね。お、いい匂いじゃねえか。カラ、うまそう。これ、俺全部食っていいの？ダメだ。え、いいじゃねえか。サダちゃん、落ち着いて。ダメ、みんなの分なくなっちゃうよ。じゃあ、1個だけ。
一個だけならいいだろ。じゃあいいよ。やったー、いただきます。うん、うめえ、お前天才だな。めくっちゃこれいっぱい。ダメだ。ダメだ。まだあるんだな。どうせ言ったじゃん。いいじゃねえかよ。ダメだ。食いてんだよ。僕も食べたい。ダメだ。俺だってもう一個食べたい。ちょうだいよ。いいだろ。やったー。ナイスだぞ。やったね。いただきます。うん、おいしい。だろ。どれくらい入れるつもり？全部ですぞ。ちゃんと測ってって言ったよね。リンゴもったいない。カラちゃんも教えるの上手だったんだけどな。まあ味は牛乳で薄めるとして。リンゴもったいない。どうしよう。それなら配りに行きましょう。いぶきに連絡しておきます。子供たちがたくさんいるので喜びます。そっか。もう少し入れませんか。もう少し。最初はグー、じゃんけん、ほい、あっち向いて、ほい。最初はグー、じゃんけん、ほい、あっち向いて、ほい。最初はグー、じゃんけん、ほい、落ちて、ほい。よっ、いちご元気だったか。お久しぶりです。あ、そうだ、ゆかりに会うのは初めてだっけ。そうですね。ゆかり。ゆかりね、いちごさんだよ。新しく入ってきたんだって。はじめまして、いちごひとくりと申します。これからよろしくね。宇月先生、お久しぶりです。久しぶりだな。元気しとったかい。はい、元気にしておりました。あ、スムージーです。あ、待って、一つ確認だけどな、これはいちごくんは作ってないでな。いえ、私の自信作です。いやな、失礼すぎますよ。食材切り丼と作りました。じゃあもらおう。自信作です。ねえ、まいちゃん。はい。ほら、これ重たいけど持ってもらってもいいかい。はい、わかりました。はい、はい、ゆかり、リンゴのスムージーだって。リンゴ好きだよね。しずくの分もちょこっとあげるね。あ、そうだ、いちご、これやるよ。何ですか。まいと一緒に作ったバタークッキー。バタークッキー、うまいぜ。ほら、食べてみる。それでは一つ。うん、ほら、みっちゃんも。どうした？みっちゃんだよな。あ、うん。食材切りの無理なさらず。大丈夫、ありがとう。おいしいだろ。いちごくん、ごめん、ちょっといい？はい。ゆかりちゃんが来とることはカシオくんには絶対言ったらいけんで。それはなぜです。情報規制、乾先生の指示だけ頼むで。はい。みんな帰っておやつパーティーしようで。おやつ。キサラギ先生にはスムージーなし。オッケー。じゃあ行こう。ありがとうね。じゃあ、お気をつけて。またね。私たちも帰りましょうか。食材切り殿、今の子そうくんですか。あ、いや、なんかさだちゃんに似てたなと思って。いや、ほら、笑い方とか雰囲気とかね。さだちゃんもそう思うよね。ごめん、気のせいだったかもしれない。ごめんね、変なこと言って。僕たちも戻ろうか。そうです。お疲れ。お疲れ様です。何それ。焼き芋です。食材切り殿と作りました。へえ、いいね。
俺にも一つちょうだい。どうぞ。ありがとう。うん、おいしい。カシュウ殿？うん、ごめん、何でもない、大丈夫。そうだ、イチゴ、あのさ、ごめんね、いぶきの業務回しちゃって。俺、いぶき行くの止められててさ、ほんと意味わかんないよね。大丈夫ですよ、食大切殿も落ち着いておられますし、やることが少なかったぐらいですから、気に病んでください。ありがとう。ねえ、食代切りのことでさ、気になってることある？そうですね、本丸にいた太鼓金殿と今存在している太鼓金殿は違うと思います。判断の根拠は？笑い方が違うようです。他にもいろいろ引っかかるところあるようですが。あれ、今日ノート記入ないんだ。スムージー作ってたんだよね。はい。どこまで認知してっかな。分かってはいるけれど理解したくない。ああ。私は知りたいです。そうね、一緒に入っていただけますか？うん、もちろん。ありがとうございます。サダちゃん、大丈夫だよね。ちゃんと守れてるよね。おはようございます。どうかされましたか？いや、別に何でも。おはよう。今日の朝食なんだい？今日の朝食は揚げ出し豆腐とほうれん草のおひたしですね。食べられますか？うん。サダちゃんも食べる？サダちゃんいらないって。いちごくん食べなよ。はい。いただきます。食大切殿、今日の予定なんですが、本丸でのことを歌手殿と一緒にお聞きしてもよろしいでしょうか？うん、いいよ。ありがとうございます。本丸での生活や出陣の時のことを教えてください。しんどくなったらいつでも言ってくださいね。うん。出陣の前と後では本丸での生活は大きく変わりましたか？うん、そうだね。以前の本丸は安心できる場所でしたか？うん。どんな生活を？4つの塔に分かれて生活してたよ。出陣と内番に分かれて役割分担もしてた。完全な休みもあったから働き詰めって感じではなかったよ。本丸の雰囲気を簡単に言うと、穏やか。主が真面目な人だったからね。とても冷静だった。だから何もさせてもらえなくなったんだけどね。何も？出陣も内番も掃除もクリア当番も十分休んでたんだけどな。食代切りはそれに納得がいかなかったんだね。カラちゃんはそんなこと望まないからさ。大栗から殿はあなたにとってどんな存在ですか？カラちゃん、はい。早くに権限して
みんなの頼れる存在だったよ。責任感も強いし、かっこよかったよ。仲間からそういう風に言われる大栗から羨ましいな。それだけ素敵な方だったんですね。口数少なかったけど優しかった。僕の道しるべだった。出陣の時のこと教えていただいてもいいですか？うん。太鼓金殿が敵陣にいると分かった時、大栗から殿は騎乗して主に判断を仰ごうとしましたか？いや、真っ先に飛び込んでいったよ。食台切りはそれをどう思った？それだけサダちゃんのことが大切なんだって。食台切りはさ、ためらわなかった？もし敵陣に息絶え絶えの乱れがいて、私の隣にナマズを一人だけだったら、私があなたならためらってしまいます。うん、ためらったかな。でも三人で帰りたかったんだ。みんなであの本丸に帰りたかったんだ。だからカラちゃんは飛び込んでいったんだ。それが正しくなかったことは分かってる。大栗から殿も、僕に頼むって。サダちゃんじゃないとカラちゃんが飛び込んでった意味が。食台切りはさ、今も大栗からのこと思ってるんだね。それだけ大切なんだね。みんな頑張ったね。ありがとう。面接入ってくださりありがとうございます。一緒にやってんだから当然じゃん。すごいですよね。何が？歌手殿がです。あれ、相手が欲しい言葉がすっと出てこられる。ああ、ほら、心は見えないからさ、言ってもらえるように引き出せるようにどうしたらいいのかなって。言っても大丈夫だって思ってもらえないとダメじゃん。まあそれが難しいんだけどね。その通りですな。ああ食台切りだけどさ、はい、大栗からへの気持ちが整理できれば太鼓金は見えなくなるかもしれない。でもそれでは以前の太鼓金殿と違う理由が見当たらない気がします。自分にしか見えないものか。この布陣の時は隊列を乱すな。連携を取って戦う方がいいからね。でももしも敵が真横から来て取り残されたら俺どうしたらいい？俺が行く。ダメだぞ。からそしたら殻が危なくなるだろ。隊長は俺だ。隊長ならなおさらだ。できるだけ多くの数で帰ってこれるようにするのが隊長の役目だろ。のみちゃん、さだちゃんの言う通りだよ。そうだそうだ、カラちゃんはいつも危険なんだよ。そうだそうだ、次こそ怪我するよ。ウリ。サダちゃんはさ、カラちゃんのこと怒ってる？どうしましたか？
いや、いちごくんはさ、本当に弟くんたちはいるのかなって思う時ないの？私ですか？そうです。そんなこと思ってないよ。あ、泣かないでくれ。大丈夫だから。ごめん。ごめんね。お前たち、食大義理殿とは話をさせてくれ。申し訳ない。弟たちの存在ですか？そうですね、ずっと喋っているのでいないと思う方が難しいというか。弟くんたちと離れたいって思ったりしないの？それはあります。お前たちだってあるだろう。一人の時間は大切だ。聞いてくれ、いなくなるなんて思ったことは一度もないよ。食大義理殿、弟たちを倒壊して担当されたのが私です。え、弟たちは私の中にいます。倒壊されたその者たちです。弟と私は別ですが、弟たちは私の中におります。受け入れてるんだ。弟たちもすでに私の一部なのです。私にしか聞こえない声を、聞こえる私だからこそ今の私なのです。みっちゃん、これ見てくれよ。ババーン。すごい思い切ったね。パン色使いましたな。うん、いいだろ。俺もできた。どう？ホタルのはなや、比べてみたら色薄いし、下破れてんで、それ。あ、でも可愛い色。文句や、クニュってもやればいいのに。そうは自分は。そうだよ。やれやれ。どうよ。大将知らない？どこ探してもいなくてさ。え？なんで笑ってんの？別に。何か知ってるでしょ。何？ねえ、何な、見てちょうだい。こんな素敵なものもできてるわよ。ピリッピリじゃん。なんでセンスいいな。本当に主人。主人。それはちょっと。おい、あるじ。それもっとかっこよくしてるから、こっち来な。ほれ、早く早く。ほれ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 。落ち着いて。水倒れちゃうよ。落ち着いてる落ち着いてる。大丈夫だって。どの色使うの？うん、そうだな、やっぱ赤じゃないか。赤からの？からの？青。青からの？悪い、遅くなった。お疲れ様です。宿題切りの記録みたい。今日はこれから行くの？はい。じゃあさ、行ってみなよ。いちごの見立てたこと多分当たってると思う。大丈夫でしょうか？信じてあげなよ。多分誰かに背中を押してほしいんだと思う。力になってあげて。私で良いのでしょうか？いちごだからいいんだよ。いちごの言葉はきっと届く。はい。遅かったね。申し訳ない。さとちゃん残してるからどうぞ。食大切り殿、大切な話があります。大切な話？はい。座ろうか。食大切り殿にとって辛いかもしれません。しんどいかもしれません。ですが
聞いて考えてみてほしいのです。お願いできますか？うん、わかった。太鼓金殿は今どちらに？サダちゃん、僕の隣にいるよ。太鼓金殿、あなたは自分が太鼓金だと思いますか？食大切殿、太鼓金殿は今どんな表情をしていますか？気まずそうに顔を下げてはいませんか？やはり私は太鼓金殿は存在すると思います。私は見ることができません。家臣殿も他の人たちもあなただけに見えて、あなたにしか見えない。ですが確かに存在するのです。だって同じなんです。私の弟たちと同じなんです。弟たちの声も私にしか聞こえません。ですが確かに存在するのです。それと同じです。ただ受け入れてください。目納の本丸の太鼓金定宗は大栗からと共に折れました。それは変えられない事実です。あの日起こったことを変えてはいけません。ですがならなぜまだ太鼓金殿はあなたのそばにいるのでしょう。今も隣になぜいるのでしょう。今のあなたならきっと見つけられます。分かってたよ。おかしいなって。だって食べることが大好きなのに全然食べないんだもん。変だなって思ったよ。何にも喋らないんだもの。知ってたよ、君が折れたこと。だって僕が聞いたんだ。君が折れた音を僕が聞いたんだ。僕が三人で帰りたかったんだ。だからカラちゃんは飛び込んだ。隊長として帰るべきだったこと、そんなことカラちゃんは分かっていた。でも僕が望んだから、僕が願ったから、それがこの結果だよ。できるだけ多く返す。全滅でもなく僕だけでも。隊長として僕が足を止めないよう頼むって。体調だからではないと思いますよ。あなたのことがとても大切だったからです。カラちゃん
サダちゃん、君はサダちゃんじゃないんだよね。なんでずっとそばにいてくれるの？なんで何にも喋ってくれないの？君は僕自身だったんだね。僕がサダちゃんを大切だと思う僕の気持ち、カラちゃんが大切にしたかったことを守りたかった僕自身の気持ちだったんだね。かっこつかないな。そんなことないですよ。あなたは十分かっこいいです。食大義理殿、改めて質問よろしいでしょうか？いいよ。ここに入所するに至った理由は何だったと思いますか？決め手は蛍丸くんに怪我をさせてしまったことだよね。でも食事を食べられなかったり不眠だったり全然心に余裕がなかった。それだよね。主君からも相談連絡ずっと前から言ってたでしょ。メノの主はきちんとした人だからさ、本丸でどうにか対処しようとしたんだね。でも難しい環境だったんだよ。うん、ちゃんと分かってる。太鼓金殿が折れたことは分かりますか？ああ、知ってる。太鼓金殿は今もそちらに？いるよ。このサダちゃんは僕の気持ちの表れなんだ。僕はサダちゃんのこともカラちゃんのことも今でも大切に思ってる。だからこのサダちゃんは消えないんだ。これからもずっと。それで食代切りがしんどくないならいいんじゃない？変じゃないかな。その気持ちを持ち続けることは素敵なことだと思います。でも初対面の人は驚くと思うから自分でちゃんと説明できるようにすること、あとどうしても理解してくれない人はいるからそういう人は割り切ること。そうする。ありがとう。いちご担当にして正解だったでしょ。二人がいてくれたからだよ。俺なんでそこ自信なさげ？そうですよ。照れてる。本当にもういいよその話は。ほらいちご本題言っていいですか？うん。食大義理殿、これからどうやって生きていきたいですか？それって対処ってことだよ。よく頑張ったね食大義理。基本的に自分の進路は自分で決めます。選ぶために主と面会もできます。会えるの？はい、私も会いました。ごめん、嫌なこと思い出させちゃった？いいえ、嫌な思い出はありません。ほら、いちごの話はそこまで。今は食代切りの話してんだよ。そうでしょ。食代切り殿は面会を希望されますか？お願い。メノの主はあなたを拒否されないのでは？直接帰るのではなく面会なのは何か不安がありますか？なんだろう、久しぶりに会うからかな。なんか照れくさくて。そうですか。それではまた改めて日時を連絡いたします。待ってるね。ねえいちご、食台切り気をつけてあげて。え？杞憂であればいいんだけどさ。何がですか？患者で本丸に戻ってるやつ。
ほとんどいないんだよね。面会希望の連絡が来たって本当？ええ。じゃあ食堂駅に大丈夫？そうみたいよ。俺みんなに知らせてくれ。待ちなさい。え、何？走ると危ないでしょ。転ぶから。分かってる。ああ。主、死なの走ってるよ。ああ。だから言ったのに。自業自得だね。まあそうね。それより本当？食堂駅が大丈夫って。ええ。なんで弁解なんだろう。すぐ帰ってきたらいいのに。気恥ずかしいんでしょ。面会に付き添いに来てもらうのに蛍丸一緒に来てちょうだい。俺でいいの？ええ、食材切りからの希望よ。俺だけ？国行きは？お見通しね。明石にも声をかけたんだけれど、自分は帰ってきたら言うって。気恥ずかしいのよね。食堂駅と一緒じゃん。それはあなたもでしょ。面会はあさってと伝えておいたから、それまであなたは出陣しなくていいわ。くれぐれも怪我をしないようにね。分かった。早く来すぎちゃったかな。まあでも入管の手続きがあるのでもうちょっと待ちましょう。そうだね。はい、失礼します。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。久しぶり。久しぶり。あら、大きな子供かしら。子供じゃないよ。蛍丸くん、本当にごめんね。これ、国行きから。食べて。おいしい。うん、許す。ありがとう。お二人ともこちらにお座りください。食材フリーダのはこちらの席に。はじめまして。今回食材切り殿を担当させていただいた一語一振りと申します。お世話になりました。いえ、食材切り殿が頑張られたからです。入社時に見られた不眠症状や摂食障害、情緒の不安定による対人課題は現在見られておりません。よって対象となります。石田駅では原則として本人が進路を決めます。今回食材切り殿が面会を希望されたのでお呼びしました。主くん。何？僕の部屋ってそのままにしてあるわ。掃除は明石とアイゼンがしてくれているわ。ありがとう。ただ太鼓金と大栗からの部屋は片付けたわ。うん。あの子たちの荷物はあなたの部屋へ移動してあるわ。捨てないでくれてありがとう。よく頑張ったわね。ならもう見えないのね。いるよ。僕の隣に座ってる。確認してもいい？あの日太鼓金が折れたことは分かってる。僕の気持ちの表れだったんだ。気持ち？サダちゃんを大切にしたいと思う僕の気持ち、カラちゃんが大切にしたかったことを守りたいという僕の気持ち、この気持ちはこれからもずっと持ち続ける。だから消えないんだ。主、それじゃあ困るわ。だってこれから新しい太鼓金だって新しい送りからだって献金するわ。折れた子たちのことを思って新しい子たちと向き合える。あなたはいいかもしれない。でも新しく来た子たちは
あんたに引け目を感じて本丸にいられなくなったらどうしたらいいの？僕みたいに？ごめんなさい。別に見え続けてたっていいわ。見える姿を続けてくれてたっていい。でも本丸にいる間だけでいいから、見えないふりをしていてくれない？主君、できないよ。だって同じなんだ。喋らないだけ、食べないだけ。新しく来たサタちゃんと見分けがつかない。無理だよ。サタちゃんを無視することになる。僕はアルシ君にとって困らせてしまう存在になってしまったんだね。食代切りなら僕は食代切り水田だ。僕はここで新鋭士として生きていく。あなたを困らせたくない。いちご君、本丸の荷物をここに運ぶことは可能かな？それで良いのですか？帰りたいんじゃないの？食代切り本丸にいたいんじゃないの？僕がいなくても問題なかったでしょ。そういうことを聞きたいんじゃない。これ以上格好悪いとこ見せたくないんだ。格好悪いよ。すごくすごく。ごめんね。あなたの気持ちは分かったわ。でもこれだけは忘れないで。あなたは私の刀よ。あなたの仲間はあの本丸にいるわ。帰りましょう。行くよ、ホタル丸。サバちゃん、行こう。行ってしまうんだから見送らなきゃ。困らせないで。聞き分けてよ。なんで君が泣くんだよ。後日職員が取りに伺います。すべて検閲が入ります。わかりました。またまとめておきます。そんな顔なさらないでください。あなたのせいではありませんから。蛍丸くん、明石くんにお菓子おいしかった、ありがとうって伝えてもらえるかな？バッカじゃないの。自分で伝えなよ。頼んでいい？やだよ。みんなのことよろしくね。食代切りだってみんなの中の一人だよ。蛍丸、聞き分けなさい。では行きます。食代切り元気でね。さようなら。僕たちは行っちゃいけないんだ。どうした？食代切り、どうしてまだ患者服のままなんだ？今はまだ着替えなくていい。今はね。どういうこと？新鋭士になるんだ僕。何を言っているんだ。目の作業だって君の帰りを待ち望んでいただろう。今は違う。それだけだよ。何かの行き違いが。それはない。
ねえ、君も同じなの？主に望まれず、本丸にも帰れず、新入士になるしか行き場所が。やめましょう。食だけ。やめてください。食だけ。カシュウ君、僕新入士になってもいいかな？いいよ。でもちょっと休みな。頑張ったね。疲れたでしょ。行こっか。ここでいい。ねえ、ハンバーグ喜んでくれるかな。もう一生懸命作ったもんな。な、うん、あ、おかえり、アズさん。おかえり。食大切りは帰ってこないんだって。はい、朝がしですわ。あ、今日帰ってきはる日でしたか。忘れてましたわ。なんで二人ですの？新園子になるんだって。どういうことですか？何がどうなったらそんなことになるんですの？私の力不足のせいよ。国行き食台切りから伝言。お菓子美味しかったよ、ありがとうって。アフターケアや今後一時保護が必要なケースのカルテはこちらになります。少しずつ目を通しておいてください。わかった。あと自分のものにはロックがかかっております。そうなの？はい。ですのでもし見たければ私におっしゃってください。別にいいかな。私も見ておりません。じゃあしばらくはさ、いちごと一緒に動いてみて。アフターケアも兼ねて？そういううがった見方しないの。安心できるでしょ、いちごと一緒なら。うん、わかればいいよ。いちごくんのアフターケアはカシュウくんがしてたの？してたっていうか、今もしてるつもり。お世話になっています。じゃあカシュウくんは？え、カシュウくんって。いや、俺は平気、大丈夫だよ。でも人のこと勝手に患者にしないでよね。自分の心配して。うん、いちご、食材切りの紹介がてら施設の案内お願い。広いから迷っちゃダメだよ。じゃ、行ってらっしゃい。では、お願いします。もしもし、あれ、乾先生、あいつのカルテの閲覧許可ちょうだい。Thank you.
苦しくてもどんなに悲しくてもそれが僕たちの生き様です。だから乱れ兄さんはここに隠れていてください。きっと見つかりませんね。電気をつけろ。おい、よく見てみろ。将棋、お前の主は死んでいる。やめため、やりすぎだよ。こいつには見せなきゃ。もっともっと今は勝てることだ。じゃあ兄さんの戦いです。これで怪我したら意味ないし、余計なこと言わない。わかんないならいい。俺戻る。あ、待て、話はまだ終わってない。知らないから意見をするな。全部愛か、全部の真理。行くな、行く、行く、行くな、行くな、行くな。お姉さん、ごめん、ごめん、よせ、急いで。好き。